おはようございます。雨が降り出してきました。単に湿気を増やすだけの雨のような気もしますけど、和子さんもアロハです。今日アロハじゃないの。よく見るとチーデーアロハです。ボーリングシャツ、海賊チーデーです。昨日新浦安あたりを配達したんですけれども、11階でエレベーター待ってたんですね。まあ4階5階だったらもう降りちゃった方が、エレベーター待ってる場合降りちゃった方が早いんで階段室見つけて降りるんですけれども、さすがに11階ともなると後のダメージもありますし、ぼーっと下見てたんですけど、車があってそこに飛び降りたいなと思いました。2、3分時間短縮できますもんね。いや、3階ぐらいからならポンって飛び降りていく脚力が欲しいですね。なんかめちゃくちゃ水が多い今日。ん？あー、やっちまった。和子さんの航空音のチケットが5日までだ、もらい忘れてしまいまして失効してしまいました。いやー、もったいない。高いチルアウトなら200何十円つのね、もらえたのにね。なんか大騒ぎしてます、あそこで。学生さんたちかな、なんかの合宿で来てんのか。元気ですね。セブンスイーツ、ハニーシトラスジェリーヌ、ベリーヌっていうんだ。はい、帰ってから食べます。コメントで勧められたジェラートじゃなくて、なんだっけ、スムージーか、来たんですが、2軒目も機会がなくてダメでした。次はビビットにあるらしいのでね、そこのセブンイレブン行った時に今度買おうと思います。でも涼しいとこで待ってられたからよかった。じゃあ帰ろう。ミスドの生、うん、生フレンチクルーラー、フレンチクルーラーの普通のもいろいろと体に20丸。おみみちゃんのお肉。かも。かも、うん、うん。はい。今日のスイーツは、ドーナツです。食べれないね。今ちょっと曇ってますけれども、猛暑の中、かき氷を食べに松戸まで行きます。こうちゃん今日デビューです。当たってほしいね。みんな行ってくださいね。氷出てるよ。やっぱ椅子ないんだね。じゃあいるかな。今日はマンゴーを頼みました。お支払いはペイペイです。生シロップと蜂蜜シロップ使用でございます。ジンアモヨコ本日デビューでございます。今お客さんは和子さんだけです。風が強すぎるみたい。駐車場もこんな広いです。ぜひいらしてください。
マンゴー来ました、すごいです。おコーリコーリコーリ、ゼロカロリー。僕は桃です。もうね、暑さと風で溶けちゃうんで早く食べます。という間に和子さんが手出してます。うんうんうん、桃だね、夏はね。梨味はないのね。梨はないんですよ、うん、アマゾンから届きました。だーん、うまくてしょうがねえ3本セット。本当にうまくてしょうがねえですから、皆さんもぜひご購入されてみてください。一応概要欄にリンク貼っときます。料理王国100選2014年、もう9年前だ。あと今日はニトリでひんやりケット、一番ひんやり度の低いやつですけれども、安いの買ってきました。 ミニサイズ、ハーフサイズって言うんですね。一人一人使うためにハーフサイズでございます。1250円とかで売ってました。安売りでした。